皆さん、アディオスクワッド、パリエッフェル塔に来ましたもうね、すごいよ。ほら今回ですね、エッフェル塔の周り、なんかね、公園とかもあるし、うん、あとこの川、この川を通るフェリーみたいなのもあるみたいなので、ちょっとできるかどうか見てみたいと思います、はい。やっぱりね、皆さん近くから見ると迫力が違います。本当に俺ら死んじゃったらいいぞ。下くぐってみましょう。なんか今はね、昔はさ、エッフェル塔の下とかくぐれたんですよ。だけど今このガラス張りがずっとエッフェル塔を囲ってて、エッフェル塔の下通れない。ほら、なんかあるんだよ、中に行けないんだよ。そして今はエッフェル塔が全体的に見えるこの建物に来ました。で、どこにエッフェル塔があるのっつったら、ここです。前に進んでみましょう。もう少し前に行けるかな。行ける行ける。景色いいね。やば、エッフェル塔ど真ん中にあって目立ちすぎ。周りがさ、低いから。でも本当にすごい周り低く見えるよね。これうまく設計してるね。エッフェル塔です。はい、映ってますか僕の手の上にじゃあ乗せよう。はい、待って、ね、もっと僕に、あ、これ俺が近づけるんだ。お、マルクの手にエッフェル塔が乗ってます。エッフェル塔持ってます。ナイス。うわすげえな、この広場めっちゃ有名らしいんだけど、ここでね、めっちゃ歴史的なことが起きて、いつもこのエッフェルタワー、エッフェル塔をバックグラウンドにいろんな歴史的なことが起きてるみたい、今まで。で、なんか、うん、結構人が集まったりする場所でもあって、そう、反対側見るともうまさにパリって感じのロンダね、ロンダがある。ちょっとした広場だね、ここ。そうそうそう、この広場結構一気にエッフェル塔がど真ん中で見えるし、有名な場所みたいです。でね、今僕たちここのエッフェル塔のこっち側の上にある広場に来てるんですけど、エッフェル塔の反対側になんか公園みたいな草原があるんですよ。だから今日の昼飯はなんか、パン屋さんとかでサンドイッチとかを買って、そこで食います。 If I was you, the first one, I should try it. エクレア、日本でもコンビニエクレアあるんだけど、本物のやつを食うっていうのを絶対にできる。やっぱりフランススイーツすごすぎる。うまそうだしな。本当にやっぱフランスはパン文化、パンお菓子スイーツ、すごい、スイーツがやばい、すごいよね。それ本当に本場だわ。I'm between this one and the first one. What kind of ham is it? Is it like pink, the pink ham? Yeah, 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 yeah. I think I'll get one of these.So you take one of this and one of this? Wait, I think for now I'll take this because I can't eat both. Okay. But to begin with. And you, what do you want to take? I'm not really. これ昼ご飯ですよね。昼ご飯です。エッフェル塔の目の前で食べるからね。パリ中心地からわかんないけど、これ1本で300円とか、ちっちゃいレッドブル、ちっちゃいレッドブルで400円とかする。これもう価格がバグってるな。今ね、なんかマルクが友達と話してて、道路がちょっとバルセロナとか、うん、他の街と違うんですよ。そう、みんな見て、あ、なんか石でできてるでしょ、うん、これ古いまま残してるんだけど、うん、その理由は昔馬だったじゃん、車じゃなくて。あ、で、馬の場合はこういう道の方が良かったらしくて、で、なんかさ、よく都市で見るコンクリートの道と全然違って、なんか好きだねっていう話をしてた。なるほど。そしてそんなこと言ってる間に皆さん戻ってきました。エッフェル塔、じゃあご飯食べに行きましょう。登ってみたい人は高評価。来ました。まず見て、このホットドッグ。これフランスってホットドッグだったっけ？違うよね。このサンドイッチね、結構フランスでティピカルみたいなんだけど、順当、うまい。うまいですよ。チーズが溶けてたらいいと思うんだけど、確かにね、まあでもうまいです。でもなんか面白い、この光景すごい。サンドイッチ順、そしてエッフェル塔、マジでヤバすぎるんだけど。
食べ終わりました。だけどね、ここから見るエッフェル塔なんか工事が多くてさ、なんか悲しいよね。入った入った。今日はね、ちょっと朝からバルセロナから飛行機乗って朝早くから歩き回って、ちょっとみんな疲れてると思うので、こちら船に乗ります。僕たちはね、屋上に乗ります。皆さん、雨が降ってきました。でね、このフェリーはね、超可愛かった。まあ話に戻ります。このフェリーはね、パリの街中の川を通って、まずエッフェル塔とか、凱旋門とかルーブル美術館とか、他に何があるかな、いろいろ、まあいろいろパリの有名な場所を回っていくんですよ。なので1時間ほどかかって、もうここでゆっくり昼寝しながら見たいと思います。Let's go! Yeah! Oh my god! 皆さん、次の足がね、めちゃくちゃ綺麗です。なんか金の銅像が4つあって、ね、超綺麗、なんか塗られてる感じするし、超新しく見えるこれ、ね、Holy! バイバイ。皆さん、例えば橋とかにこのように、この橋のようにね、 N って刻まれてたら、ナポレオンが作った橋らしいんですよ。僕たちの友達もツアーガイドです。ノーテルダム大聖堂が来ました。数年前だっけ、火事にあったんだよね。これノーテルダムなの？これだよな。多分ね、多分ね、俺全然分かってない。これや、これや、これ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 です、迫力やばいっす。ノーテルダム大聖堂、ノーテルダム大聖堂です。街並み、建物がすごいかっこいいですね。僕ね、パリの建築のスタイルがめっちゃ好きなんだよ。いや、読んでない読んでない。あ、これ、これですね、これ、通ってます。修復してるやん、修復。修復、本当だ修復中ですね、これ。クルーズ一周終了して戻ってきました。エッフェル塔のところに。これでね、クルーズが終了しました。皆さん、超寒かった。本当にね、途中死ぬかと思った。雨が降ってきたからね。エッフェル塔の下通れない。オーマイゴール、めっちゃ割れてる。超僕の顔見えないじゃん。いやー、皆さん、綺麗なエジプトの川、あそこに見えるのは東京タワーのピラミッド。